彼女は光ですみたいに、彼女は何々ですって言いたいときは She is 何々って言うよね。じゃあ彼女は光ですかっていう疑問文にしたい場合はどうすればいいかな。これはもう今までと全く同じパターンですぐに疑問文できちゃうよ。じゃあ早速イラスト見てみよう。君のクラスに新しい女の子がやってきたよ。この子は交換留学生のリンダかな。じゃあ友達に確認してみよう。彼女はリンダですか？彼女はリンダですか？これを英語で言えるようになろう。彼女はリンダですか？英語では Is she Linda? って聞くよ。Is she Linda? ポイントは Is she の部分ね。Is she で文を切り出すことで、彼女は何々ですかっていう質問ができるんだ。例えば Is she Linda? って聞くと、彼女はリンダですかって質問になるよ。B 動詞 is、 これがポイントだよね。B 動詞で文を始めると疑問文になる。書き出すと She is Linda、 これは普通の文だよね。 She is、 これで彼女はリンダですと。この B 動詞 is を前に出す。 isで始めると Is she Linda? 疑問文になると。何々ですか、ね、B 動詞を前に出して is で始める。 Is she Linda? 彼女はリンダですか？ここは彼女 she の話なんだけど、これはもちろん he 彼の話をするときも全く同じルールだよ。例えばHe is a teacher. He is. 彼は何々ですの文だよね。Teacher は先生って意味だから、He is a teacher っていうと、彼は先生です。じゃあ、この B 動詞の is を前に出すと、Is he a teacher?前に出すと疑問文になって、彼は先生ですか？になるよ。B 動詞を前に出して B 動詞で始める。そうすると一発で疑問文になる。これがポイントだね。はい、じゃあまとめるよ。これはもうね、何回も見てきた全く同じルールだよね。でも大事だから書くからね。疑問文はB 動詞で始める、ね、だから、彼はとか彼女は何々ですかって聞きたい場合は B 動詞で文を始める。 is男性の場合は he、 女性で彼女って言いたい場合は she を使って he 何々、これで疑問文になると。じゃあこれは疑問文なんだけど、その答え方もね大事だから見ていくよ。答え方Is he に対して、はい、そうですなんて答えるときは、やっぱりいつもの Yes でコンマで、男性について話すときは he、 女性について言うときは she を使って B 動詞 is を続けると。いいえって言いたい場合は、やっぱりいつもの no を使ってコンマ打って、男性なら he、女性なら C を使って B 動詞の後に否定の not だね。B 動詞の後に not を置くといいえって言えると。この答えるとき Yes, I am とか Yes, you are とか Yes, it is いろんな答え方あったけど、今回は彼とか彼女について話してるよね。彼とか彼女について話すときは he や she 使って答える。これがポイントね。よし、じゃあ彼は何年ですかとか彼女は何年ですか。 B 動詞を前に出して疑問文を作る。この練習問題を一緒に解こう。B 動詞で文を始めれば疑問文になる。このポイントを意識して練習問題を解いてみようね。はい、日本語に合う文になるように下線に適切な語を入れましょう。1、彼はカナダ出身ですか。英文見ると下線下線 from Canada。 ポイントは彼について言っててですか。彼は何ですか質問してるよね。質問したいからまず B 動詞で始める。で彼男性について言ってるから he is he で from Canada はカナダ出身って意味だから is he from Canada って言うと彼はカナダ出身ですかって疑問文になるよね。B 動詞 is で文を始めるのがポイント。はい、2番。丸1の質問に対して、はい、そうです。つまり、is he from Canada? 彼はカナダ出身ですかに対して、はい、答えると。まず、いつもの yes だよね。で、コンマ打って、空欄 is なんだけど、この空欄は何が入るかな。男性について話してる？女性について話してる？彼はって言ってるよね。男性について話してるから、he is と。ね。これちょっと考えなくちゃいけないよね。he にするのか she にするのか。ここでは彼は男性の話をしてるから、he で答える。これがポイントね。はい、3番ね。1の質問に対して、いいえ、違います。つまりその質問というのは Is he from Canada? 彼はカナダ出身ですか。それに対していいえと答えるからまず No で始めるよね。でコンマで男性彼の話をしてるから He is でいいえ、ね、否定したいから B 動詞の後に Not No He is not これでいいえ違いますっていう返事になるよ。ちなみに今回はね is not 短縮してないんだけど下線の数によっては例えば、he is not これを he isn't っていうふうに短縮したりあるいは he is この前半の he is の部分をくっつけて he is not っていうふうに答えることもできるよ。No, he is not が元の形だけど短縮して No, he isn't だったり No, he's not、ね、空欄がこの2つしかない場合はこうやって短縮形を使って対応するんだよ。 OK じゃあ B 動詞を文の前に出して B 動詞で始める。そうするとIs he? 彼は何々ですかとか Is she? 彼女は何々ですかと質問できる。このポイント分かったね。B 動詞を使った文は全部同じルール。B 動詞で疑問文を作りたいときは B 動詞を文の頭に出すと。 Is he? 何々なら彼は何々ですか。 Is she? 何々なら彼女は何々ですかって言えるよ。これが今回のポイントね。